Hey guys, welcome back to another episode of The Legend of Heroes Trails in the Sky, second chapter. It's your boy Kagura Gaming, and you know how we do things around here. Now, last episode, we started off the second chapter, something proper, by talking to some familiar faces we met in the first game. Some welcome faces, man. This time around, we are going to investigate Wolf Fort, I believe, unless... Holy shit. Never mind. Do I have anything to report? Nothing to report. Alright. あら、今のところ報告できる仕事はないみたいね。何か依頼を達成したら、また報告に来てちょうだい。Now, was there any reason to come in here? お願いしたいのは、ボルフトリデでの聞き込みね。サイス市内での情報収集は、工房長にもお願いしているから、省いてしまってもいいわよ。掲示板の依頼でもこなしながら、ゆっくり進めてちょうだい。Why did I stay outside this guild? I figured there was something important to do here, and that's why I did it. But hey, man, past me doesn't define the current me. What? Yes, he does. Listen, man, I haven't explored in here. I did take care of some orbment placements here, upgrading some slots, or all of the slots, because my grinding session in the first chapter allowed me to do so. Chloe. And then that's how my setup looks currently. Let's talk to some people in here, man. Oh, it's Simon and Mirano. Hey, what's up, Hazel? Alright, so first thing we want to do this episode is... Let's see here, we have a BP quest, I think. Hey, Faye, what's up? You good? We've been good. Good on you guys. Yeah, keep an eye on the fucking empty line right here, man. You don't want to miss anything, you know what I mean? Won't budge. So, is there anything of importance here? Yo, Murdoch, what up? それにアガット君も一緒か。Did you quit smoking yet? Yo, 久しぶりだな。工房長さん、お久しぶり。ああ、そうなるかな。いろいろあったそうだが。ありがとう、工房長さん。しばらくサイス支部の応援として滞在するそうだね。君らがいてくれるなら心強い。ああ、任せてくれ。うん、精一杯頑張るわ。そういえば。工房長さんの方もギルドに協力してくれてるそうね。ああ、先ほどの地震の後でキリカ君から連絡があってね。地震の前後に何か不審なことがなかったか。まだ始めたばかりだから成果は上がっていないがね。そっか、まあそう簡単に結果は出ないわよね。私たちの方はボルフトリデを調べに行くところだし、工房長さんには引き続き市内の調査をお願いするわね。ん、何か分かったらすぐにギルドへ連絡するよ。エステル君たちも気をつけてな。うん、じゃあまた。Well, he doesn't have an ashtray in here, so I guess that's a start. A book. Try like fucking 3 or 4.
ちょっといい？私たちギルドから来たんだけど。おお、来てくれたか。あれ？どうかした？いや、ひょっとして君、いつだったかルーアンで試作品を届けてくれた人じゃない？そんなことあったっけ？うん、多分間違いないよ。黒髪の男の子と一緒に武器屋に来てくれたじゃないか。黒髪の男の子ってどう考えてもヨシアよね。言われてみればそんなことがあったかも。How many black-haired boys did you stroll around with, huh? ま、気になるなら後で手帳を見てみろや。それより今、仕事の話だ。あった。ということは、やっぱり掲示板を見てきてくれたんだね。もちろんそうよ。動力銃のテスターを募集してるそうね。ああ、そうなんだけど、実は応募者が少なくて困ってたところなんだよ。Well, you got one now. 早速だけど説明を聞いてくれないか。 Sure. うん、お願いするわ。じゃあ早速説明させてもらうよ。知っての通り、依頼内容は動力銃のテストさ。実戦を通して武器としての信頼性をチェックしてほしいんだ。信頼性のチェック？ものすごく単純に言えば耐久性を試すっていうことさ。どんな機械にも使ってみないとわからない欠陥が必ずあるものでね。故障の原因の多くは開発中に想像もしていなかったものなんだ。そうした隠れた弱点を洗い出し、武器としての信頼性を高めること、それがテストの目的というわけさ。うん、趣旨は理解できたよ。つまり専門的な言い方をすれば戦闘実証テストというわけだね。ああ、まさにそれさ。ところで、あなたがテストをしてくれる車種かい？一つよろしく頼むよ。漂白の詩人にして演奏家のオリビエ・レンハイムさ。演奏家？あ、大丈夫よ。変なやつに見えると思うけど、銃の腕だけは信用できるから。おや、気のせいかな。発言のごく一部がやけに強調されていた気がするが。まあいいじゃねえか。てめえの腕については皆が認めてるんだからよ。そうなのか。まあそういうことなら信頼してお願いしてみるよ。大船に乗った気でいたまえ。本当に大丈夫かな。 That's a wrap for you. まあいいや。とにかく銃をお渡ししとくよ。それがテストしてもらう銃さ。来てくれたお礼として無料で進呈させてもらうよ。For free? For me? うん、それはありがたい。それにしてもこの銃、見慣れない構造をしているね。当然だよ。見たことがあったら困るさ。何しろこの銃の駆動部は僕らの開発した新方式だからね。どうだろう、扱えそうかい？もちろんさ。この銃とならきっと素晴らしいハーモニーを奏でられるだろう。それはどうも。まあこれは放っとくとして、説明の続きをお願いしたいわ。具体的に何をすればいいのか、まだそれを聞いて。おお、それはそうだね。さ、早く説明してくれたまえ。大体はさっきあなたが自分で言ってくれた通りだよ。要するにその銃を装備して戦ってきてくれればいいわけさ。テスト場所は近くのトラット平原道でお願いするよ。あそこならトラブルがあっても深刻な事態にはならないからね。了解よ。トラット平原道ね。最低でも10回くらいは戦闘をこなしてきてほしい。もちろんこれはきちんと戦ってくれた上での回数だよ。退却じゃ戦闘テストにならないからね。では確認するが、この銃を装備した状態でトラット平原道へ赴き、そこで10回程度戦ってくればいいんだね。で、それが済んだらまたここに報告に来る。それで大丈夫か？ああ、問題ないと思うよ。もう質問がなければあとはお願いしちゃうけど。大丈夫だと思うわ。じゃあ行ってくるわね。オリビアさん、信じているからね。 It's the last mistake you'll ever do. 期待は裏切らないよ。それじゃあオリビアさんはと。お姉ちゃんたち、今用意してる装置きっと
と思うよ。大急ぎで作業するから。もこの装置なら。No! Leave me alone, Tina! 調査は進んでおるか？こっちの準備はまだしばらくかかりそうじゃ。用意が整い次第、ギルドに連絡するからの。Right, what else do we have?おお、エステルたちじゃねえか。ずいぶんと久しぶりだね。お久しぶり。整備長さんも元気そうね。なんだ、今度もまた仕事か。 Always。 うん、サイス支部から応援の要請があったのよ。だからしばらくこっちで仕事をすることになるわ。おう、そりゃ心強いね。じゃ、何かあったら遠慮なく依頼させてもらうぜ。うん、任せてちょうだい。ところで博士のとこにはもう顔を出してきたのかい？あ、ちょうど行ってきたとこよ。なんだかティータに熱烈歓迎されちゃったわ。そいつはそうだろう。ティータ坊のやつ、ずいぶんお前さんを恋しがってたからね。interesting。What else do we have, though? I believe one of our quests here, on the stolen sign. Oh! I think that's why I saved at the end. That's why I saved at the branch or the guild. Antoine! Mad dude.I do believe we are finished here. No, we're not. One more floor. It's poppin', Travis! How about we go with establishment? I believe we read this in the first game. Oh my god, here we go.
はあ、まったく地震なんてやめてほしいな。この間のあの怪しいやつといい、 Creepy dude in black、 なんだか不吉な予感がするよ。怪しいやつってそんな人がいたの？ああ、昨日変なやつを見たんだ。見かけないやつがさ、黙ってここに立ってたんだよ。あんまり人通りがないところだし、ちょっと気味が悪くってね。確かに気になる話だな。そいつの人相風体を。ああ、お安い御用だよ。とにかく背のでかいやつだったね。そいでもって黒いスーツに同じく真っ黒な手袋をしてて、 Pause yourself, bro. とどめにサングラスまでかけてたからやたら目だったよ。サングラスって何よそれ？日差しを遮る特殊なメガネさ。見たらすぐにわかるよ、レンズが真っ黒だからね。それじゃ前が見えないんじゃない？大丈夫、ちゃんと前は見えるんだよ。でもこの辺りじゃしてる人は見たことがないね。 In the mines. なあ、個人を特定するにはかなり有力な情報だろう。 Unless, you know, it takes them off. 黒いスーツに黒い手袋、おまけにメガネまで黒なんて。 I bet his past is dark as well. なんか疑ってくださいと言わんばかりのやつじゃない。これはキリカさんにも報告しといた方がいいわね。そうした方がいいようだな。砦の調査を済ませたからまとめて報告するとしようぜ。事情はわからないけど少しはお役に立てたかな？うん、もちろん。どうもありがとう、話してくれて助かったわ。 Alright, that's gonna be all for this part. So what we're gonna do now, let's take care of a couple of side quests. I guess this is our first stop right here. Let's talk about the sign. 掲示板を見たみたいね。あなたたちも捜査に協力してくれるの？ Was it there before? うん、そのつもりだけど。看板っていうと支部の軒先にぶら下がってるあの紋章の入った看板のこと？ええ、その看板が盗まれたのよ。実務上の問題はないけど、紋章はギルドの使命と義務の象徴。それが盗まれたとあってはこちらも黙ってはいられないわ。そっか、確かに無視できないわね。なめられたもんだな。それで事件の経過は？発覚したのは昨日の昼過ぎ。見つけたのは支部所属のウォンよ。彼が報告に戻ってきた時、表の看板がないのに気づいたの。犯行があったのはその日の午前中と考えられるわ。私は所用で留守にしていたけど、ちょうどその頃に支部の前で作業員の姿が目撃されているの。どうやらその人物が変装した犯人だったようね。It didn't happen to wear dark everything, right? 変装ですって？エステルさん、これはもしかして。まさかとは思うけど。思い当たる節があるよね。では、これはどうかしら？麗しの姫君とその友らよ。解き放たんと望むならば、我が呪いに打ち勝つがよい。第一の鍵はシチューに。弱い四重なる沖縄の背を探れ。事件発覚後に送られてきたカードよ。内容から見て犯行声明と考えられるわ。はあ、間違いないようですね。はあ、あいつの仕業か。あいつというのはあの怪盗ブルブランのことね。ルーアンでの戦いはジャンから聞いているわ。今回の事件、怪盗 B の挑戦というところかしら。面白い。Damn it, he's gonna play a more prominent part in this game, I think. 他ならぬ公的主からの挑戦。勝手に挑戦されても。だが売られちまった喧嘩だ。ここは買うしかねえだろう。とにかくカードを頼りに調査を始めてみるとするが、カードの言葉は、
そのまま読めばおじいさんを探せって意味だけど。うん、素直に受け取ればそういうことになるだろうが、だが学園での一件を考えれば一筋縄でいかないのは明らかだよ。あの時のメッセージは何かの例えだったわよね。今回もそうなのかしら。さてどうだろうな。悩んでても始まらねえ。さっさと町の中を調べに行くぞ。ええ、それしかないわね。では期待して待ってるわ。それじゃ。 All right, let's start it then. Yep. あ、これって何か見つけたのか。うん、間違いない、あいつのカードね。で、何が書いてあるんだ。うん、ちょっと。うるわしの姫君とその友らよ、第二の鍵は中央工房に。 Why is this one? 最も賢き者の中を調べよう。以上が次のヒントみたいね。なるほど、次は中央工房ってわけか。うん、場所は分かったけど、この最も賢き者ってまさかラッセル博士なわけはないわよね。とにかく中央工房にある何かなのは間違いないだろう。行って調べてみようぜ。うん、行くとしますか。 Well, you think he would interact with Professor Russell and it wouldn't arouse any suspicion. I think the wisest one isYou know who the wisest one is. Let's see here. Which floor was it now? Fifth. I do think... Is there anything here or did you just hack it? Central Factory. How about related topics maybe? No? Bracer Guild Sign. There you go. 項目遊撃士協会看板。怪盗紳士ブルブランがその天才的手腕を駆使して無能なる遊撃士協会ツァイス支部の軒先から失敬した金属製の看板。第三の鍵は再びシチューに。 Three-headed brothers? とんがり帽子の三兄弟を仰ぎ見よう。なお、これなんでカペルにこんなことが書いてあるの。詳しいことはわからないが中のデータを書き換えたらしいね。敵ながらあっぱれというほかないね。まったく底知れねえ野郎だな。それはそうとメモは取ったんだろうな。うん、もちろん。次はまた町の中みたいね。探すものはとんがり帽子の三兄弟でしたね。これも何かの比喩なのでしょうか。よし、それだけ分かれば十分だ。町に引き返そう。Hello?3本とも高さの違う煙突ね。え、とんがり帽子の三兄弟ってここのことだと思わない。 That's a fucking reach. Well, 3本とも高さが違うんですね。 It seems to be more on the other side, so there would be like more brothers or are like cousins because they belong to the other building. なるほど、兄弟とはこのことかも。煙突が3本あるのはこの建物だけのようだな。可能性はあるぜ。調べてみたらどうだ。 Check it out. How? You want me to climb it? It was a card stuck to the chimney pipe. よっしゃ、あったわ。すでに扉は開かれた。声高く女神に唱えよ。 C26D E と。What?
どうやら次で最後らしいわね。にしても静かなる地下で女神に唱えよとはね。うん、静かなる地下は文字通り場所のことだろう。ガチュ。問題は女神とその後の意味不明な文字というわけだね。ま、とりあえずは地下に行きますか。ザイスで地下って言えばあそこしかないもんね。ああ、とっとと行こうぜ。 Yeah, and it won't be Rudy, so it has to be Faye. Faye さん、ちょっあれ、あんたたちか。もしかして何か仕事の話かい。まあそんなところ、聞きたいことがあるんだ。え、なんだい。ちょっとこれを見てくれない。 Estelle showed Faye the memo left by Blue Blonde. 静かなる地下に女神、これがどうかしたの。この場所のことを言ってるらしいんだが、意味不明な部分があったな。あんたならわかるんじゃないかと、そう思って尋ねてきたわけさ。この文章って地下工場のことなの。それじゃあもしかして何か気づいた。この女神ってもしかして私のこと。いや、I mean, it makes sense. 申し訳ないけど、それよりもっと意味不明なところがあるでしょ。ごめん。うん、この文字列だよね。見た感じ管理用の製品番号だと思うけど。製品番号。うん、この番号は倉庫にある全ての物品についてるんだ。だから番号さえ分かってれば何でもコンベアで呼び出せるのさ。スカルダプティン。ってことはこの番号のものも呼び出せるの。もちろんできるよ。なんなら試してみようか。 No, I was just asking for the sake of asking. What do you think, Faye? できれば頼むぜ。お安いご用さ。ちょっと待っててくれよ。ちょっと待って quicker。 こちらフェイ、ちょっといいかい。製品番号 C26D-E を、こっそ C26D-E。 サンクス、頼んだよ。その番号の物品があるってさ、今こっちに送ってくれるって。あ、本当にあったの。なんか向こうの担当者もひどくびっくりしてたよ。さーて、何が来るのやら。ん？あれってなんだっけ？見覚えがあるような。はあ、よかった、ようやく見つけたわ。あ、まさかこれ遊撃士協会の。うん、そのまさか。おかげで助かった、協力感謝するぜ。それはいいんだけど、なんでギルドの看板がうちの倉庫に入ってたわけ？どっから説明すればいいんだろう。これって話せば長い話なのよね。 Yo, you better fucking fade the screen to black as I ain't about to hear this shit. There you go.無事に取り戻してくれたわね。あなたたちならやってくれると思ってた。期待に応えられてよかったわ。でも今回も怪盗 B には振り回されっぱなしだったわね。ああ、改めて力を思い知らされた気がするな。もしかするとそれが狙いなのかもしれないぜ。実力を見せつけて威嚇してるってこと？そこまで考えてるとは思えないけど。 It was probably just bored. どちらにせよ敵はただものではないわ。 Just want to see how easy it was to stall us as well. これからも気をつけて行動なさい。 Like while Ouroboros is making some power moves, we were stuck fucking chasing a circular sign. その方が良さそうだね。うん、そうだね。さて、これでこの依頼も完了。あなたたちは本来の任務に戻ってちょうだい。ああ、了解だ。では私はこれです。 Where's my BP, bro? Can I have my BP, please? Thank you. お疲れ様。何かいら。 Alright, next up, I will see you guys
when I edit next, I guess. Be right back. All right, and we are back. We gotta go fast. I've done so much off camera, man. And that might have saved us like an episode or two. What I've done off camera was, let me show you. Training assistants. This was us heading to Layston Fortress to meet up with Major Sid. He has been promoted to Lieutenant Sid now, so he has evolved. But basically what this quest was, he had two bouts, I would say. Look, training will be a two-round battle with no breaks. It might be training, but this will be rough. So we cleared the two rounds, and then there was a bonus round with Sid himself being placed in one of those groups, and that basically determines if you get the extra BP for this mission or not. And we kicked his ass! New model orbital gun test. Again here, clear the 10 battles requisite? Fine, but if you want the extra BP for this quest and extra quartz as reward, then you have to fight 15 times. I like the fact that this game has some sneaky criterias for the extra bonus stuff, but you know what I mean? It could stump you if you're following it by the book. Then we have these two monster quests. We would just head to the said place and exterminate them. We did that. No need to show that on camera. Nothing too major really at this point. But let's talk to this homeboy since we have battled over 15 times. We're gonna get some bonus stuff. Yeah. 報告に来てくれたのかい? Am I recording? うん。戦ってきたわよ。それではここまでの経過を報告させてもらおう。Olivier reported the current results of the test to Carl. うん。どうやら十分に戦ってきてくれたようだね。Get back in the house, Carl! いやー、それにしても随分頑張ったね。ありがとう。協力員たるもの、これぐらいのことは当然さ。で、オリビアさん、何か問題はなかった?いや、全く問題なしさ。安定した弾道に絶妙の重心バランス。量産化が待ち遠しい一品だね。ふぅ、よかった。それを聞いて安心したよ。よし、なんとか製品化も見えてきたって感じだね。製品化はまだ先なの?素人目で見てるともう完成品に見えるけど。いや、もう一息だよ。これからは製造側と細部を詰めていくんだ。ま、そう言えるのも今回のテストのおかげさ。これからの研究にも弾みがつくってもんだよ。おう、その調子で頑張れよ。新型動力銃、大いに期待させてもらうよ。ああ、楽しみにしててくれ。おっと、そうだ、帰るのはちょっと待って。え、まだ何かあるの？うん、これを受け取ってほしいんだ。 Amazing, thank you for that. 報酬のミラが少ないのがちょっと気になっててね。まあ、その埋め合わせってことさ。あって困るもんじゃないし、どうか納めてくれたまえ。大切に使わせてもらうよ。では何かあったらまたよろしく頼むよ。君たちも気をつけてね。それじゃまたね。 Awesome. Let us turn all of these in at the guild. Zoom in. お疲れ様。 無事に目的を何か依頼を達成し。Alright, now let me just do some last minute maintenance before we head out to Wolf Fort, because I do believe that we have done everything. Everything has a little circle around it there. We have no other quests. It's looking good, man. It's looking good. How many do I have of... This Nature's Bounty one is really good to...have just in case. How many can I make? 11 of those? Okay. So let's make 4 of those because I have 11, right? Nice and 15, you know what I mean? Now, let us head off. Yo, where the fuck was Wolf Fort? Right there. Oh, is there something in Elmo Village maybe? I don't know, but whatever. We're gonna go to Wolf Fort to begin with. No! Now these guys are amazing because they could
they could be accompanied by a shining poem, which is amazing, amazing, amazing. Fucking piece of shit! Amazing while leveling. Don't you do it. Don't do it to yourself. Fucking cobras spitting at me? I also did loot Carnelia Tower. It wasn't really any... There was nothing as far as interaction and whatnot goes. And I have looted everything on the overworld map as well because... Hey! I'ma loot it, eh? You should see me when I play, games like Borderlands or Dead Island or whatever with my friends. They're like, dude, we have fucking massive mobs chasing us and you're over there fucking plundering... legendary eviscerators and whatnot, and like, hey man, it was shiny and I had to get it. It was calling to me, if you will. ボルフトリデか。カルバードとの国境なのに、相変わらずのどかな場所ね。You jinxed us. 同じ国境ゲートでも、ハーケン門とは大違いだね。さすがエレボニアと違って、リベールの友好国だけはある。たく。何人ごとみたいに言ってやがる。共和国と友好関係にあるからというのもあると思いますけど、この先は峠道になっていて軍隊が通りにくくなっているんです。門としての規模が小さいのはそのあたりが理由かもしれません。なるほど。広い街道に面したハーケン門とは違うわけだね。まあだからといって鶏がうろついているのはどうかと思うけどな。まあいい、早速地震の聞き込みをしてみるぞ。まずは守備隊長に挨拶さ。うん、了解。Gonna get me some dinner tonight! Yo! Rufus? What's happening? Oh, it's almost too ordinary though. What you got behind the counter there? Is that secret button that leads to a different room altogether? Foul magma roast? Is that the only item on the menu that keeps this place running? I'm on to you, Rufus. I'm on to you. Sup, what's poppin', Henning? I traveled all over the place. I know how to do this thing by now. You get me? So what do we have in here? Hey, man. Oh, yeah.君たちは遊撃士だな。We call you Pace or Pache. ギルドから連絡があったよ。地震の調査に来たんだろ。You can call me Pache the East Salad, motherfucker. うん、そうだけど、ほんとキリカさんって根回しがいいわね。彼女にはいつもいろいろと世話になっているよ。君たちの調査にもできるだけ協力させてもらうつもりだ。助かるぜ。まずは地震の発生状況を詳しく聞かせてもらおうか。そうだな。地震が発生したのは3日前の午後5時くらいだ。大した揺れではなかったし、10秒ほどの短い時間だったが、地震など滅多に起こらないから部下たちも動揺していたようだ。そしてその夜、レイストン要塞に定時連絡をした時、他の場所では地震など起こっていなかったのですね。ああ、その通りだよ。レイストン要塞はもちろん、セントハイム門も揺れなかった。サイシスとエルモ村にも問い合わせたが、結果は同じだった。なるほど。ちなみに今日、サイス市でも地震があったことは知ってる。ああ、そうらしいな。だが今回は、こちらの方は全く揺れなかったと思うよ。極めて局地的にして、場所を移動する地震現象か。なんとも不自然極まりないね。地震の発生状況は分かった。それ以外に何か気になる事件とか起こらなかった？怪しいやつを目撃したとかな。うん、大した報告は入っていないが、だがひょっとしたら部下たちに何か心当たりがあるかもしれない。よかったら聞いてみるといい。お言葉に甘えさせてもらうわ。早速兵士さんたちに話を聞かせてもらいましょう。 Nah, let's do just thatSee if we can loot this place if there's anything for me. Come on, man! There's only one thing missing from this game. It's lootable cupboards and whatnot. Subjervin! What? You need something? Yeah, we're with the Braces Guild, you see?
We'd like you to help us with our investigation. I don't mind, but please keep it short. Estelle asked if anything suspicious had happened before or after the earthquake. Earthquake? Oh, you mean the one 3 days ago? No, The day the earthquake happened was just a normal day. If anything suspicious had happened, I would have reported a long time ago. I see. Seems like this was a swing and a miss. Is that all you needed? Yeah, that's plenty. Sorry to disturb your work. No problemo, meh. We're both on the job after all, aren't we? Yeah, if you excuse me, Jervin. What else do we have here, man? You're the one who got back together with Fate? Chicken! どうかしたのかい？遊撃士協会のものなんだけど。More specifically, we're the one who saved your relationship. 少しの間、調査に協力していただけませんか？あの地震ね。Hey, Jervin, you go back to your... 寝てたらいきなり揺れたから、副長にどやされたかと思ったんだ。でも、辺りを見回しても誰もいない。What did he say? I fucking missed it because fucking Jervin and Chicken are interrupting us! Go back! Eavesdropping asshole! 後で地震だって分かったけど、最初は誰かのいたずらかと思ったね。それ、奇妙な出来事っていうより、あなたの勤務態度の問題なんじゃ。Oh my god. 立ったまま寝られるとは、大した特技だ。かくいう僕もソファーに寝転んだままフルコースを平らげることができるけどね。何の自慢にもならねえな。それ以外に何か気づいたことはありませんか？そうだな。そういやヘニングのやつが変なことを聞いてきたけど。変なこと？地震があった前の日のことなんだけど、同僚のヘニングが誰かが門を通らなかったかって聞くんだ。通ってないって答えたら、しきりに首をかしげてたんだけど。どういうことなんでしょう？何か心当たりがあるのかも。その兵士さんに話を聞いた方が良さそうね。I'm on to you, Rufus. Don't you think I forgot about you? なんだ？どうしたんだい？遊撃士協会のものだ。3日前の地震についてちょいと聞きたいことがあって。ああ、あれか。かなりビビらされたよな。地震なんて初めてだったから、何が起こったのかわからなかったし。で、何について聞きたいんだい？ Everything。うん。実は、ブラムさんから話を聞いたんだけど。Still explain what they heard from Brahm. なんだ、その話か。ああ、確かにあいつにそういう質問をしたけど。確か、門を通過した人がいなかったか。ああ。4日前、つまり地震があった日の前日か。Okay. 見張り終えて休憩所に入るとき、街道から奇妙な男が来るのを見たんだ。All black everything? 奇妙な男？それ、ひょっとして仮面をつけた白ずくめの男だったりしないかい？仮面？いくらなんでもそこまで怪しいやつじゃなかったけど、黒いスーツを着たかなり背が高い男でさ、黒いメガネをしてたんだ。黒いメガネ、それって確かサングラスって言ったっけ？ああ、珍しいものみてえだし、同一人物の可能性が高そうだ。We're gonna fight against Shaft or some shit. あの黒いメガネ、とにかくこの休憩所に入るとき、そいつが街道から来るのを見てさ、ここを通る旅行者は大抵この酒場を利用するから、後から入ってくると思ったんだ。ですが、現れなかったんですね。ああ、その通りさ。ブラムのやつに聞いてみたけど、誰も通ってないって言うし、あいつ居眠りばかりしてるけど、さすがにゲートを素通りさせるほど間抜けなやつじゃないからな。ならば弊社の方に用があっただけかもしれないよ。隊長さんに話があったとかね。俺も気になったから隊長と副隊長に聞いてみたよ。そしたらその時間帯には誰も訪れなかったみたいだし、それじゃ俺が見たあの男は一体何しにここに来たんだ。そんなことを考えてるとなんだか頭が混乱しちゃってね。確かに怪しいやつね。これはキリカさんに報告しといた方がいいかも。ああ、
その方が良さそうだな。情報提供感謝するぜ。いやいや、話を聞いてもらえてこちらもすっきりしたよ。 Alright, let's go back to our guild. Yeah, 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 totally. What? Alright, if there's nothing else, then I'll see you guys back at the guild. Let's go. 聞き込みは終わったけど、隊長さんに報告してなかったわね。But what? ギルドに戻るのは Fine. やあ、君たち。部下たちから何か聞けたかい？うん、実は。Estelle told Pace about the man in sunglasses. ヘニングのやつ。地震と関係あるかどうかは分からないが、一応私の方からもレイストン要塞に報告しておこう。ああ、よろしく頼むぜ。さてと、ここでの調査はこんなところか。一旦ツァイスに戻って。うん、了解。 Alright, back to the guild we go. God damn it! おい、君たち。What you want, man? Did I pronounce the name wrong or something? よかった。間に合ったようだね。あれ、隊長さん、どうなさったんですか？実は先ほどの話をレイストン要塞に連絡したんだが、意外な情報を聞かされてね。They really should give us racers something like cell phones so people could get in touch with us easier? 君たちにも知らせねばと思ったんだ。意外な情報？俺たちに知らせるってことは。ああ、つい今しがた、セントハイムモンで。あ、なんですって。 Hearing this, Estelle's group rushed to the Sanctane Gate. まったく、遊撃士というのは訳がわからんな。 What's with the attitude, Dale? 見ての通り、地震の後片付けで皆忙しくしているのだ。 Can't you see we don't give a fuck? 調査なら後にしてもらえないか。悪いが、こちらも仕事でな。片付けの邪魔はしねえから、聞き込みを許可してもらえねえか。ふん、司令部からの指示がなければ断っているところだが、私は急ぎの仕事があるので、地震の発生状況についてはタルバウト副長から聞きたまえ。すぐそこの部屋の奥にある倉庫で。了解、タルバウト副長ね。他の者の後片付けの邪魔はできるだけしないでくれたまえ。それでは私は失礼する。はあ、なんだか大変そうね。私たちも片付けの手伝いをした方がいいのかしら。If it doesn't give us extra BP, we're not gonna do it. 余計なおせっかいはやめとけ。曲がりなりにも軍事施設さ、機密処理なんかもあるかもしれん。それもそっか。それにしても被害状況がサイズ市の地震と違いますね。あの時はこんなに物が散乱していませんでしたけど。うん、そのあたりの違いは確認した方がいいかもしれないね。あとは怪しい人物の目撃情報かな。例のサングラス男ね。まずは副長っていう人に詳しい事情を聞いてみましょう。 I have no idea how long this episode is going to be, but we're gonna have to take care of this first before we call it an episode. It's poppin' jewels. Is there like a pattern to these earthquakes? Like, are they moving in a clockwise, anti-clockwise manner, or...Is there a rhyme and reason to them shits, is what I'm trying to ask. It's poppin', Tammy. You don't... So clean it up, Dean! Is that a priest?
No, if I was Talbot, where would I be? やれやれ。全部片付けるのは一苦労ですね。He's angry! 夕方までには終わらせないと。お忙しいところ失礼します。おや？あなた方は。そうですか。ご苦労様です。地震の発生状況をお知りになりたいんですか？なあ、詳しく頼むぜ。承知しました。地震は昼の1時ごろ、だいたい2時間前に起きました。積み上げた木箱が崩れるくらいの大きい揺れで30秒ほど続いていましたね。あれ？それじゃあボルフトリデの地震と比べると、そうですね、揺れの強さも大きいし、そして俺たちも出くわしたサイス市の地震だが、強さにしても時間にしてもその中間くらいだったはずだ。So they are getting progressively okay. つまりそう言えるのかもしれないね。大変じゃない。確かに由々しき事態ですね。しかし自然現象である以上防ぐ手立てもなさそうですし、遊撃士協会には何か対策が終わりなんですか？ Not just yet. 確信はないけど、ちょっと心当たりがあってね。But one thing is for certain, you need to fix the sprite work on your rifle there. ところで、地震の前後に奇妙なことが起こらなかった？不審人物が目撃されたとか。不審人物？確か昨日、シェスリー君が奇妙な男を見たと言ってましたね。屋上で片付けをしていますから。わかった。屋上にいるチェスリーだな。協力、どうもありがとう。いえいえ、お役目ご苦労様です。Chesley, you say? Let's see. I don't like you, sir. Let me just put it out there. No one here. What the fuck was he doing there in the first place? Oh, dumbass motherfucker. あれ、君たちは。Can't you see the badges, bro? あなたがチェスリーさんね。遊撃士協会のもんだ。さっきの地震について聞きたいことがあるんだが。ああ、昨日の話か。さすがに地震とは関係ないと思うんだけど。Doesn't matter. We need info now. ここで黒いメガネをかけたやたらと背の高い男を見かけたんだ。やっぱりか。ボルフトリデでも目撃されたサング…その方、何をなさっていたんですか？いや、ここに登ってきてしばらく景色を眺めていってから下に降りていっちゃったよ。黒いメガネなんて見たことないからすごく気になったんだけど。 It's a wrap for our investigation if he ever takes his sunglasses off. 向こうも話しかけてこなかったし、声をかける機会をなくしちゃってさ。そっか、他にその黒メガネの男を見かけた人っていない？それが変なんだよな。あまりに変わったやつだったんで夕食の時に話題に出したんだけど、他のみんなはそんなやつ見かけなかったとか言うんだよ。唯一食堂で働いているタミーって子が見たらしいけど。ボルフトリデと違ってこの関所は人通りも多そうだ。それにもかかわらず目撃者はたったの二人だけ。少し不自然なものを感じるね。You're gonna trigger Estelle, man. 念のため、その娘にも話を聞いてみることにするが、食堂にいるタミーだったな。ありがとう、助かったわ。お役に立てて何よりだ。調査、頑張ってくれよ。
Gotta go fast! Miss Ha... right here? No, that's not Tammy at all, is it? This ought to be Tammy. Ah, ようやく片付いたわ。あら？あんたがタミーだな。俺たちは遊撃士協会のものだ。実は、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。Estelle's party asked Tammy about the man in the sunglasses she saw. ああ、あの人ね。昨日の休憩時間に2階の廊下ですれ違ったの。多分屋上から戻ってきた帰りなんだと思うんだけど。兵士君の証言と一致するね。それで君、すれ違っただけで言葉は交わさなかったのかい？一応挨拶はしたわよ。そしたらその人、にやりと笑って、よーって一言返事をしたの。And they're by me again.それがまたワイルドな感じでしびれちゃったのよね。 OK, Tammy. ワイルドっていうと、このアガットみたいな感じ？なんだそれ。そこのお兄さんより背は高かったと思うわ。着ていた服は黒いスーツだけど、胸元を開けて着こなしてたのよね。あと、両方の手に黒いグローブをはめていたかも。サングラスに黒いスーツ、そして黒いグローブと来たか。めちゃくちゃ怪しいわね。怪しいっていうか、どう猛で危険な香りのする人だったわ。危ない魅力っていうやつ。それはともかく、すれ違って挨拶しただけで、あとは見かけていないわけね。ええ、その通りよ。追いかけてお近づきになろうとしたんだけど。Okay, Tammy. 変な場所で見失っちゃってね。 You're a weird way. 変な場所？見てもらった方が早いわね。なに？ねえ、サンジートさん、ちょっと外に出てもいい？まあ、仕方ねえやな。仕込みまでには戻ってこいよ。ちょうどここでその人とすれ違ったのよね。で、その人はそのまま向こうの方に歩いて行って。Is that the artwork that makes it seem like there's a door behind there? Or? 私は彼に話しかけるべく廊下を引き返したわけなのよ。ふむふむ。Okay.そして角を曲がったところで、そこの扉が閉まるのを見かけたの。だから私、てっきり彼がここから外に出たと思ったのよね。話しかけるチャンスとその後追いかけたんだけど。ジャンプト？いざ外に出てみると、彼の姿がどこにもなくてね。つまりこの場所で見失っちゃったわけなのよ。見失ったって、ここ行き止まりですよね。まさかこの高さから飛び降りたとも思えないし、多分こっちに来たっていうのは私の勘違いだったと思うわ。結局他の場所も探したけど、ちょっぴりブルーだったわ。かわいそうな子猫ちゃんだ。よかったら僕が、そんな男のことは忘れさせて。えい、混ぜ返すな。なるほど。大体状況はつかめたぜ。すまねえな。助かった。Actually, she dragged us out here, man. それで、あの人、やっぱりお尋ね者なのかしら。It's none of your business right there. 遊撃士協会に追われる、凄腕で冷血の暗殺者とか。それはわからないけど、注意すべき人物なのは確かね。もし見かけたとしても近寄らない方がいいと思うわよ。かっこいいけど、私は仕込みがあるからこれで失礼しちゃうわ。頑張ってね、ゆっ。 All right. この高さから飛び降りたとも思えない。エステルさん、誰かを思い出しませんか？Mr. Lawrence. 女王宮から飛び降りた銀髪男。確かにあいつと同じレベルならここから飛び降りても平気かも。ああ、これでサングラス野郎の正体は決まったと考えてもいいだろう。回答に、つまりそういうことだね。間違いない。ここでの調査は終了だ。
ギルドに戻って報告するぞ。Oh damn, now we're in control. You're not gonna zip me back to the guild? How do I get out of here? There we go. Wait. What the fuck was that? His raison d'etre is what?Yo, wasn't this the creepy fucking guy? This was the creepy fucking guy watching that girl walk around that building. Wasn't it? Jesus Christ. And here we are back in the guild house. あれ?どうしたの?二人とも。What are those? あ、お姉ちゃん、アガットさん。おお、ちょうどいいところに戻ってきたな。You know I do what I do when I do it, Professor Russell?地震の調査なんだよそのガラクタはガラクタとは失礼のこれが約束していたいいものじゃよまあその説明はおいおいしてもらうとしてセントハイム門の地震も一応調べてくれたみたいね We did indeed. ボルフトリでの調査と合わせて報告してもらいましょうかうんそれなんだけどEstelle reported what they had learned at the fort, the gate, and in the city. なるほど。地震の規模が大きくなっとるか。思ったよりも事態は深刻じゃな。うん。今度またツァイス市内で、あれ以上の大地震が起こったら。そして、すべての場所で目撃された、さ、確かに、その男が結社の人間である可能性は高そうね。こうなった以上、博士の実験に全面的に協力した方がいいでしょう実験うんこれはわしが数年前に開発した視聴脈測定器でな地面に設置することで視聴脈の流れをリアルタイムに感知測定することができるのじゃ毎度ながら聞くんだけど視聴脈って何あのね地下深くに存在する巨大な七葉石の鉱脈のことなの莫大なエネルギーで大地を少しずつ動かしているんだって地脈、霊脈なんて表現されることもあるらしいね東方では流脈だったかなあら、よく知っているわね東方では昔から流脈の集う場所に都が作られたという歴史があるわ大地のエネルギーを国の力に取り込むという発想ねへえ、そうなんだ。それで、その装置を使えば地震を止めることができるんでしょうか?いや、流れを見るだけですから、実際に地震を止めることは無理ですわい。じゃが、ゼムリア大陸の地震は、七葉脈の流れが地層を歪めることで起きるものと言われてましてな。ですから、その流れを調べれば、何かが解けるかもしれんのですわいなるほどでは次に地震が起きるまでに準備をする必要があるわけですね装置が3つあるってことは設置する場所も3箇所かうん地図を見てくれ設置してほしい場所はツァイス地方の3箇所になるまずはトラット平原の北外れ次はカルデア水道中間地点サイスから歩いて最初の橋付近、okay. 最後にレイストン要塞前じゃ以上の3カ所に装置を設置してもらいたいうんだいたい手順は分かったわところで測定器の装置ってただ置くだけでもいいわいやそう単純ではない測定用の検査針を正しい角度で地面に差し込む必要があるしアンテナというのは動力通信用の装置のことだねすると測定した情報をどこかに送るというわけかいほうなかなか鋭いの外付けのアンテナで測定数値を演算オーブメントカペルに届けて視聴脈の動きを分析させるのじゃ3箇所のポイントの情報をリアルタイムに分析できるのでかなり正確なことがわかるはずじゃようーんなんだかすごそうな実験ねそれじゃあラッセル博士も装置の設置についてくるわけいや
わしはカペルの調整があるから手が開かなくてな。代わりにティータを連れて行ってくれ。よろしくお願いします。そっか、ティータなら百人力よね。アガト、文句言ったりしないよね。What's with the tone? 仕方ねえな。ただあんまり機械いじりに夢中になりすぎるんじゃねえぞ。ほっといたら魔獣が現れても気づかずに熱中してそうだからな。アガットさんの意地悪。でもでも、そうなってもきっと助けてくれますよね。たく、甘ったるが。やっぱりアガットの負けね。それでは、わしはこれからカペルの入力調整を始める。すべての測定器を設置したら中央工房の演算室に来てくれ。うん、わかったわ。おじいちゃんも頑張ってね。次の地震が起きるまでに全部設置しなくちゃね。早速出発しますか。おっと、その前に一緒に行動するにはちょいと人数が多すぎるな。ここは待機メンバーを決めた方が良さそうだ。 The combat party may only be made up of 4 people. From here on out, when the time comes to form a party, you may choose members aside from any story mandated members. Oh, it's looking a little snazzy, I mean. So Olivier has superior range and powerful arts not limited by lines.And Chloe, expert at recovery arts, possesses useful support crafts. What I'm gonna do, I'm gonna take Chloe with me, because I want her healing capabilities in this higher difficulty. And since we're done with Olivier's killing quest, the 15 monster kill quest, we can leave him, safely leave him behind, man. それでは僕は2階で優雅なひとときを過ごそう。Just don't bother Kilika too much, Yami. この天才の力が必要ならば、いつでも声をかけてくれたまえ。Call Mueller on your ass. Sweet. I like this. I like this a lot. これで OK ね。測定器を設置するのは、水道の途中、平原の北外れ、レイストン要塞前の3カ所よね。How weird would it be to like send the princess up to the second floor of the guild while you are out and about on your own business? どういう順番で設置していけばいいのかしら? Hey. That's for future Caragol to worry about, right? それはあなたたちに任せるわ。レイストン要塞には私の方から連絡をしておく。ゲートの門番に事情を話せば設置を許可してくれるでしょう。うん、わかった。よし。そろそろ出発するか、ティータ。ちゃんとついてこいよ。はい。Yeah, right. We are going to call an episode right now. Oh my lord. What the fuck is up with this? Threat Planes Master 2! I'ma get this too. Alright, so I'm definitely taking care of these two off camera. Part search? We might do this next episode, and we're definitely gonna have to do this next episode because the term is short. But that's all gonna have to be done in the next episode. Until then, this has been your boy Kagura Gaming. I'm out of here. Love y'all and deuce. Hey!